リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、ということで、今日は F リンちゃんと R 世界のリントでお送りいたします。はい、ということで、今日はリントのお宝ということで、こちら、仮面ライダーバトルガンバライドのカードを紹介していこうかなと思います。はい、で、今日ね、F リンちゃんにはこのように九条キリアさんの格好をしていただきました。どうです？九条キリアっぽくないです？はい。リンちゃんはね、この辺に置いておきましょう。はい、ということで、今日はこちら紹介していくんですが、なぜ今回ガンバライドのカードを紹介していくかと言いますと、もうそろそろネオディケイドライバーが届くんですね。で、ネオディケイドライバーの、カードが、ガンバライドのカードが対応してますので、ガンバライドのカードを入れてみて、どんな音声が鳴るのかなっていうのを聞けたらいいなと思いまして、今回こちらのカードを出してきました。で、これは、私がよくゲームセンターに持って行っていた、スタメンが入っているバインダーなんですけど、スタメンじゃなくて、普通に取っといてたやつでも、結構バインダーがあるので、ちょっと何本かに動画を分けてご紹介させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今回はこちらのスタメンから見ていきましょう。はい、で、バインダーの表紙からちょっとこれは見ていきたいなと思って見ていきましょう。これはあれですね、ドキラとかオーズの時、00何段の時ですね。で、ダークキバ、パン、キック、パンチ、バースですね。で、シャウタ、タジャドル、サゴーゾ、ラトラータ、カタキリバ、タトバ、そしてプトティラですね。この時多分ね、レジェンドがプトティラと、パンチ、キック、ダークキバだった気がします。で、裏がこんな感じ。プトティラ、ブースター、魂コンボ、1号、2号、入電をストライクフォーム、そしてライダーム。この時のレジェンドがね、ちょっと定かじゃないんだけど、多分ストライクフォーム、入電をストライクフォームと、ここ多分、ね、1号、2号のタッグカードの片方が、タッグカードみたいなのがあったんですよ。で、1号が多分レジェンドレアだった気がします。そして、魂コンボがレジェンドだったような記憶です。ちょっと定かではない。あと、ここにコアが映ってますね。はい。こう、広げてみると、こんな感じ。うん、懐かしいですね。はい。では、早速見ていきましょう。スタメン。もう開いたら、すぐ王者です。で、あ、ここがあれですね。私が IC カードが入れていた名残がありますね。一時期からね、IC カードに対応になったんですよ。シャバドビ弾ですかね。シャバドビ1弾とかシャバドビ2弾で、まあ、シャバドビって言ってる通りの、ウィザードの時ですね。ウィザードの時のやつですね。はい。はい、ということで、このあたり見ていきましょう。はい。では、王者。これがあれですね。ディエンドライバーについてきたやつですね。これが強かったんですよ、私の中で。ノーマルのくせに、強いカードっていうのをね、使ってました。裏がこんな、裏は、あれですね。仮面ライダーバトルガンバーライドのファンブックの時のスリーブですね。で、なんでこのスリーブにしてるかっていうと、ここに王者が映ってるからですね。あ、しかもこれ二重スリーブですね。二重です。はい。で、何が強かったかっていうと、このライダースキルが私は好きだったんですよ。前衛の時仲間と属性が同じだと、体力マイナス300、攻撃400っていうのって、体力捨ててでも攻撃を特化する。しかもライダースキルの名前が9分55秒というね、ミラーワールドに入れる時間数というね、なってますね。はい。ベノクラッシュ。しかもベノクラッシュなんですよ、これ。ベノクラッシュの必殺技を引っ下げた上、しかも全員において攻撃力ガリッガリに上げて、ガッツガツ上げても殴り殺すみたいな。後で紹介しようと思ってるんですけど、一緒に使ってたカードはこれですね、完全に。ガタック。これはね、ソフビーシリーズについてきたやつですね。レジェンドライダーシリーズですね。ガタック、ライダーフォーム、暴走するシステムで、2ラウンドの間攻撃力2倍と。その代わり防御は半分になるよと。防御を捨てて、防御も体力も捨てて攻撃力ガツガツ上げて殴り殺すっていうデッキを作って戦ってましたね。あと、クレイン・ヨルフェノクもそんな感じ。
相手の防御も下げて攻撃力も上げれるやつだった。はい。2ラウンドの間、攻撃必殺プラス500、相手の防御マイナス300。ただし、その次のラウンド開始の時に、ライドパワー、これ必殺のパワーでしたね。を下げ、ゼロにしちゃうよっていうやつなんですけど、一気に殴って倒すっていうデッキを組んでましたね。まあ、もう一個理由があって、レジェンドレアの王者出てるんですけれども、この王者、ライダースキルは後衛版のスキルなんですよ。見えるかな？後衛の時、相手と属性が同じだとということで、なかなかライダースキル発動するのは難しかったんですね。なので、こっちを使ってましたね。あとはレジェンドバトル用のカードがあって、はい。これをね、一人で遊ぶの全英ライダーを登録前にスキャンすると、4段の時のエクストラステージが始まるカードですね。王者と戦えます。王者 VS 王者ということができました。はい。で、次が、こちらは、王者のほんとコレクションですね。各段の王者を可能な限り揃えてるところですね。この辺はあれです、カード出すですね。これね、タックの相手がいるはずです。ここにタック、これのタックがここにいて、これのタックがこっち側にいるんですよ。誰かにライダーキックしてて、誰かと一緒に走ってきてるんです。誰だったか覚えてないです。多分ね、この仕切り、この仕切りの部分を見たらわかる気がする。そこに入ってたはず。で、スペシャルカードのジェノサイダー。そして、これがシャバドビの時の、やつですね。ここに、コー&ヒッツって書いてますね。攻撃&必殺グループってことですね。パートナーグループみたいのがあって、ベストパートナーグループだったかなみたいのがあって、攻撃と必殺のタイプとだったら、ベストマッチになるよ、みたいなやつですね。これがね、ドゥームズデイなので、使うのがジェノサイダーのドロップキック的なあれですね。はい。そして、仮面ライダーウィザードということで、これね、このウィザード、これとね、相性が合ってたはずなんだよね。それで多分入れてたような記憶。合ってたかどうかは覚えてないです。あ、そして、はい。ここも懐かしいですね。これ、オーズの時の、オーズが参戦した時のやつで、スリーブですね。はい、このスリーブを。これ、多分ね、ゲーセン配布のやつとかと気がする。はい。で、これですね。うん、さっきのライダーキックしてるやつは、エターナルとライダーキックしてたんですね。でも、悪同士がライダーキックし合ってるんですね。どうしてた？あれかな？エターナルが正義に目覚めた可能性ありますね。王者が正義に目覚めること絶対にないんで、エターナルが正義に目覚めて王者を倒そうとしてる可能性があります。そんな妄想をしておきます。はい。いうところですね。で、次が、これが攻撃のパートナーグループですね。ここからは。ディケイドのレジェンド。これ、第2弾の時のレジェンドですね。で、RX、シャドウムーン、ダブルファングジョーカーですね。そして、ジョーカー。そして、オーズ。このね、オーズと、ギャレンが参戦した段はめちゃめちゃ回した記憶があります。まずこのキラキラ加減がすごいかっこいいんですよ、この、加工がね。で、しかもよ。お、加工がかっこいい上に、強かったのよ。本当に。なので、すっごいね、回した記憶です。で、ギャレンなんてね、必殺技で、サヨコーって叫んでたんですよ。あれがかっこよかったね。バーニングディバイト。こう、グーって持って、サヨコーって言ってるシーン、めっちゃかっこよかったですね。はい。めっちゃ回した記憶です。あともう一枚これ入ってたのはね、竜気サバイブかな？竜気サバイブが入ってて、竜気サバイブはね、3枚ぐらい出てきた記憶があります、その時。ちょっと定かではないです。はい。電王ライナーフォームですね。ただこのタジャドルね、ガンバーライドオリジナル必殺技ですね。タジャドルフレイム3なので。はい。っていうところです。あとは、キックホッパー、パンチホッパー、アームド響き、シン、仮面ライダー、シンですね。
これはあれですね、02弾、スイッチが始まったあたりのやつで、フォーゼ弾になってからここのところのバーコードの読み込みがなくなったんですよ。なので、ディケイドライバーに挿しても音特にならないやつになったんですね。はい。これレジェンドですね。真の必殺技はちょっとエグかったですね。ゲーセンで一応行うものなので、過激な演出はされてはいなかったんですけど、真っ暗闇で赤い、なんか血しぶきみたいのだけが、ピシャッみたいに出るだけの演出ではあったんですけど、それでも結構、うわ、気持ち悪いってなるような演出でしたね。そしてこれシャバドゥビの時ですね、ウィザードの、フレイムじゃない。これはハリケーンドラゴンですね。はい。で、次が防御。防御のやつは、ジョーカーとブラック、黒いライダー二人ですね。かっこいい。ああ、かっこいいわ、これも。ね。はい。次ですね。ここが防御のグループで、ショッカーライダー。ショッカーライダー強かったんですよ。全員置くだけで、アタックポイントマイナス20できるというスキルを持ってます。はい。アタックポイントで勝てれば、勝てるゲームなので、このゲームが。アタックポイントいかに取るかだったんですよね。なので、すごい使いやすかった記憶です。でもね、必殺もね、指ミサイルなんですけど、これ2600あって結構強かったです。見てください、横のキングフォームと。キングフォームで2700。こっち、SR で2600持ってるんで、結構強かったですね。ほら、このライナーフォームとかとも、同等の攻撃力。まあ、ただライナーフォームどこに置いても150上がるスキルだったので、あれですけど、比べるのはね。攻撃防御、チーム体力、すべて150上がるっていうやつなので、比べるのはちょっとあれですけど、でも、強かったですね。はい。そして、戦。はい。そして、セーブモード、エターナルのレジェンド、カリス、バース、で、プロトタイプ、メテオ、ザンキさんのレジェンドですね。ザンキさんかっこいいですね。で多分これね、バース、プロトタイプと、普通のバースで、普通のバースが後藤、ん違う、伊達さんで、プロトタイプが、後藤ちゃんだったはずなんですね、声が。それで多分揃えてたはずです。はい。で、次が、体力。体力のやつは、ライダーキックのディケイドと、ブルストライクのディエンド。どっちも普通のただ横蹴りですね。はい。でも、タッグカードはかっこいい。ね。はい。で、ディケイドの劇状態と、ガタキリバ。ガタキリバじゃない、プトティラ。なんでガタキリバって言った？ガタキリバはこっち。プトティラ。と、バースが出てくるタイプの必殺技ですね。オーズ&バーススペシャルタッグアタックですね。はい。で、これが劇場版のガタキリバですね。全フォームが出てきて、全フォームじゃない、全コンボだね。が出てきてっていうやつです。ボンディング8クラッシュってやつですね。ここにちゃんとちゃっかり、ブラカワにもいるんで、あの劇場版の全員で、タカ、トラ、バッターが、クワガタ、カマキリ、バッターって、ライオン、トラ、チーターっていう風になる、円を描いてやるやつですね。はい。そして、これが、レッツゴー仮面ライダーの劇場版の時の配布カードですね。人造人間、機械だと、これ5段だと機械だって、4段だと、普通のオーズになるやつですね。はい。で、次、あ、これだわ。さっきの一緒に走ってきてるやつの片割れは、これだわ。メガ電王だわ。あ、でもない、ない、ない、後ろにない。くそー。くそー。ガンバーライドのポイント解説っていうのが入りますね。はい。で、こっからが必殺グループですね。サイクロンジョーカー、スカル、アマゾン X。いや、一時期言ってた、ゲームセンターでね、なんかこの辺は交換してもらった記憶があります。なんか、一緒に遊ばせていただいた方々と、いい人たちでしたね。そして、あ、これだ、これだ。龍騎サバイブのファイナルベント。これがさっきのキラキラ加工がすごいやつの、やつの中でもちょっといっぱいダブっちゃったよっていうやつ。ギャレンが欲しすぎただけです、私がね。はい。そして、新1号に、ダークキバ、そして、オーズのタチャドルコンボ。これは、キャンペーンのカードかな？はい。で、そうそうそう、これだ、これだ。さっき言ってた、タックの必殺技。
仮面ライダー1号で、ダブルライダー車輪&キックってやつですね。これがさっき言ってたの表紙のやつですね。これこれ。これこれ。はい。いうところです。はい。そして、あとは、ゾルダ、タジャドルの、これはロストブレイズですね、必殺技。一時期ね、ロストブレイズというのがフォームなのか必殺技なのかみたいな論争が流れてたのを私見たことがあるんですが、正直どちらでもいいんじゃないかなって私は心の中で思いました。だってかっこよかったらいいじゃんっていうね、オーズかっこよかったよねっていう印象です。はい、ただそれだけです。はい、あとディケイドのコンプリートフォームです。はい、で、レンゲルですね。はい、で、次。ここが、ダブルパートナーグループだったかな？ダブルベストパートナーだったかな？ベスパグループで、いぶきさんとシン。これは防筆って書いてます。これも防筆って書いてますね。で、最後が、さっきもちらっと見たスペシャルカードですね。クレインオルフェノクとガタックと、ディケイドのファイナルフォーム、ファイナルアタックライドですね。あ、これも裏はこれになってますね。このキラキラ、このキラキラ加工とね、実はさっきのタジャドルとかが一緒なんですよ。これ。これがね、一緒なんですよ。このキラキラ加工、これね、キャンペーンカードなんですけど、ディケイドだけ持ってたはずです。他持ってた記憶ないな。まあ、違うバインダーの方も見ていこうとは思うんで、そちらでちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、はい、こんな感じで私がよく使っていたカードのご紹介でした。はい、私がよく使っていたカードのご紹介だけで、おおよそ、15分、20分ぐらいになっちゃってるので、この辺で一旦切ろうかと思います。ということで、ここまでは、リントでした。バイバーイ。では次の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから。Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。